知らんわそれは。それは知らん。いや違う。俺に相談せんといてよ。真剣に相談してんから。まあまあでも彼女おったん知らんかったからさ。どんな人なの？まあ大物芸能人。嘘つけよ。嘘つけ。いやこれほんまや。それは嘘やろ。ほんまやほんまや。ほな名前教えてよ。名前。名前。そんなもん言えるかいなんだ。なんでやねん。言われ言われ。アイドル。言われへん。女優さん。言われへん。歌手だ。言われへん。何やねん。教えてくれてもええやん今日。その名前な今言ったらスキャンダルなって今やってる映画ドラマ CM イベント全部中止になんねんから。女優さんなん。ええ。言われへん。女優さんやろ。言われへん。言われへん。言われへん。えどこで出会うのそんなん。まあ、ここだけの話やね。おこの間なあのオーディションでテレビ局行った時に廊下ですれ違ったやん。ほう。で俺昔からファンやったからな思いっきり声かけたんや。え。なんで意気投合して連絡先交換して。嘘やん。そんなことある？びっくりした。すげえな。まじ宝くじ当てるよ。宝くじ。うん。お前宝くじなんか二度と言うなよ。あかんあかんあかんお前。そんなんお前金庫やんなもん。怖いわお前。ごめん。急にお前そんなん言うからびっくりして喉乾いてもうだ。さっきはお茶飲んでたから。お茶。お茶もあかん。お絶対言うなよお前。金庫や。もうなんでそんなこと言うなごめん。でもすごいなお前女優と付き合えるってさすが麺食いやと思う。麺、うどん、どん兵衛、どんきつね。おい！ちょっと言うてない。おい！ちょっと言うてない。どん兵衛とどんきつねなんかお前二度と言うなよ。ちょっとヒント出してよ。ヒント出してよな。なんでそんなどん兵衛とどんきつね連呼すんねんお前は。ちょっと待って。おいお前。吉岡里帆と付き合ってる。当たったかみたいな顔せんといて。マジで言うてんの。あれやねん。なんで知らねえの。え、吉岡里帆や。どこの AV 女優や。 AV 女優じゃないよ。吉岡里帆や。誰やねんそれ。いや、ヒント見たら宝くじなんやった。最近買っても当たらんからイライラしてんの。なお茶は。俺水は早な。どんぎつねば。お腹空いてんねん。変な情報言えんなよお前。ややこしいな。その吉岡里帆っていうのは誰か知らんけどさ。なんで知らんねん。あの嫁の話してんか。嫁がな、うん、え、席入れたの。結婚してた。いや、結婚なんかしてないよ。ほな何やねん嫁って。俺昔から彼女のこと嫁って言うタイプやん。言ったよそでそれ言わん方がええねん。すごい嫌われるから。その嫁は自分のことなんて言うてんの。ダーダーダーリンのダー。いや違う嫁の話。嫁って言うなよ。何嫁がな、うん、もうすごい短期でさ怒ったすぐこれ鬼なる言うて。でもそういうところも好きなんでしょあなた。いやもちろん好きよ。含めてどんなところが好きなの。あのねもうすごい歌がうまい。あ歌うまい。めちゃめちゃうまい、で何よりもねこうニコッと笑った時に見えるここの刃。刃がね。え、刀出てくる。刃刃刃刃刃刃刃ゆっくりしたわ。刃がすごい可愛いんですよ皆さん。え、僕はその刃に見えた。リサ鬼とか刃とか。え、リサあれやねん。何で知らんねんお前。リサやで。どこのキャバ嬢やんの。キャバ嬢じゃん。いそうやけど。そのリサっていうのは誰か知らんけどさ。鬼滅の刃の主題歌歌ってるやんか。知らんじゃんそんなやつ。なんでやん。俺がちゃんと愛されてるかどうかっていう。そういうところが愛されてへんと思うねん。だからデートとか誘ってもなんすぐ断られんねん。まあ向こう忙しいから知らないやろ。でも最近もっぱら電話。電話、うん、ただ俺の発音が悪いせいかな向こううまく聞き取れてないみたいなのよ。あ他の地方の人なんかな。だからさ俺の英語ってちゃんと喋れてるか。英語英語外国人な。そりゃそうやろ。全員日本人や思ってた。いや外国人絶対嘘や。じゃあほんまにありえへん。じゃあほんまやねん。みんなにすごいなとか言ってほしいがダメやろ。でも嘘や言うんだ。なんじゃそりゃお前。なんじゃこれ。おいこのわけのわからん文字。嫁が俺言うから。タトゥー買え、うん、一生もんやぞこんなお前な。でも嫁も俺のイニシャル彫ってんねん。嫁のイニシャルかよ。そうや。何や CD って気持ち悪い。 CD は俺の嫁や。嫁って言うな。俺は嫁を愛してんねん。嫁に首ったけやねん。首ったけ。嫁のあの甘いマスクは俺にとってのエンジェルや。キャメロンディアスか。誰やねん。なんで知らんねん。なんでキャメロンディアス知らんねん。どこの店舗やそれ。え吉岡里帆とリサが在籍しているキャメロンディアスっていう店舗じゃないよ。ほらお前キャメロンディアスじゃないやねん。外国人。誰やねん。なんで知らんねん。食い気味で食んなお前。何やそれ。たっくり痛めた今。そうだおい。えもうラッチやんか。もう名前教えて。いやいや、お客さんおるまい。言わん言わん言わんよ。ここだけ
ここだけマジで絶対絶対言わへん。え、マジでマジでマジで誰